今回、はい、あの接待が話題になったじゃないですか、はい、実は旧郵政省総務省担当者っていうのが放送局にはいるわけですよ。で同じような接待を繰り返してるわけで、キー局準キー局の総務省担当者で、今回やり玉に上がって接待した人たちをと飯食ったことのないやつなんか一人もいないよ。つくづく思ってるのは、誰もアグリーじゃないんだけど、厚生労働省の役員が20何人で深夜まで酒飲んでましたとか、多い多いっていう、それがニュースになるぐらい、今この時点における日本って理想郷にいるんだと思う、はい、俺ら。堀江さん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして土井あかりさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この4月から、はい、東大大学院生ということですね。院生デビューです。よろしくお願いいたします、はい、そして今回のゲストは元ニュースキャスターの辛坊治郎さんです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。元になっちゃったんですか。よくわかんないですけどどうですかね。一応元なのかな。一応堀江さんと辛坊さんが初めてお会いになったのっていうのはいつ頃。高橋さんの番組でしたっけ。そうですね、多分ね、例の日本放送の買収騒動の頃に、はい、私が関西でやってる番組のいくつかに出てもらった、はい、20年ぐらい前ですよね、ってことはね。いやだから、いや20年も前じゃないでしょ。例の乗っ取り騒動は15、6年か16年、そんなもんですね。長くて15、6年で、一番最後はね、収監される直前にロングインタビューっていうのが、はい、僕はね、基本的にこの前ちょっと言っていいのかどうなのか分かんないけど、はい、堀江さんの例の塀の中に落ちた騒動に関して言うと、はい、まあ日本の既得権益層の、まあ謀略とまでは言わないけど、うん、これ同じ罪を他の10在来の経済人がやってても、うん、多分塀の中に落ちなかっただろうなと思うので、うんうん、やっぱりなんか日本でね、うん、まあ、堀江さんとスティーブ・ジョブズやイーロン・マスクを一緒にするつもりはないけれども、でもそういうものを育たない土壌みたいなものがあるようになってずっと感じてたんですよ。はいはい、おいで、まあちょっと収監されるっていう話が伝わってきたんで、ちょっとその前に話聞いとこうと、はい、そのまま拘置所で死んじゃったらもう二度と会えなくなるから、むしろ健康なんてできましたよね。というのがずっと思いとしてあったんです、はいはい、当時。本日はね、ぜひその辺のお話も聞いていきたいと思うんですけれども、そもそもこの番組台本ないんですけども、はい、このお二人で流れはちょっと不要だと思ってまして、うん、今日ですね、こちらのニュースの中から時間の許す限りですね、自由に選んで語っていこうかなというふうに思っています。土井さんからの質問というのも準備しておりますけども、はい、あれですね、どれからいきましょう。辛坊さんらしい問題でいうと東北新社と放送局問題とか。聞きたいですね。はい、じゃあ一番上にあります。なんかわかんないけど、はい、東北新社がやり玉に上がっちゃって、うん、で菅さんの、ね、息子がいたんでしょ、うん、はい、でなんか高額接待をやってたのに、うん、全然関係ない問題で、うん、東北新社が衛星の免許申請してて、うん、外資比率が 20% 超えてる問題とかを、はい、いきなりやり玉に挙げられて、うん、なんかすごいな、陰謀が渦巻いてるなと思いながら、 そしたらちょっとだけ、あんまり全く大騒ぎにならなかったですけど、はい、フジテレビとかね、うん、が 20% 外資比率実質的には超えてますよっていうような話って、はい、ちょうど日本放送の株を僕らが買った時からその問題って実はあって、はい、そもそも放送法の 20% 外資規定って、うんうん、ルパート・マードックと孫正義が組んで、テレビ朝日の株を、うん、大分社から買った時なんですよ。はい、あの時に 20% 取得して、はい、それで外資規制ができて、うん、で、まあ、孫さんと ルパート・マードックは、うん、多分相当な圧力をかけられて、うん、買った値段で手放したんだけど、はい、あれは結果として孫さんの判断は正しかったんだよ、ね、うん、あそこで僕は手放さなかったんで、同じこと言われましたよ、うん、フジテレビの時に、はい、フジテレビの日枝さんのなんか仲介者のような、うん、あの人ですよ、アラビア太郎の息子、はい、なぜかその人が出てきて、うんうん、お前買った値段で売れって言われて、はい、なんでそんな損するようなことしない、黙って売れ、うん、悪いようにはしないからって言われて、うん、何言ってんだろうこの親父と思ったんですけど、うん、多分孫さん同じこと言われたんだと思います、うん、そうですね。でそれで外資規制ができて、僕らが大量取得したから、今度は 34% 33.3% 以上取れなくなる日程放送持ち株制度っていうので放送法を改正し2回やってるんですよね、はい、っていう流れの中で、いやなぜか、いやじゃあ上場したらどうするんだと、まあ結局フジテレビはその日枝さんが経営権をその鹿内家から奪うために、日本放送もフジテレビを上場させて鹿内家の持ち株比率を下げて、結果としてその支配株主がいないような状況を作り出して、
まあ、盤石な比江田天皇体制みたいなのができたわけですけど、うん、まあ、そこでなぜかその自ら作りロビー活動の賜物だと思うんですけど、うん、放送法の 20% 規制、いや外資に、うん、放送局 20% 以上、握られたら大変ですみたいな、うん、あの活動をやった結果放送法改正されてそうなったんだけど、うん、上場してたら誰が買うか分かんないわけじゃないですか、うん、日本って外資規制がないから、うん、あの上場企業の株 50% 以上取得しても何の問題もないわけですよ、うん、誰でも買えるんです、うん、っていうような状況で、でも実際にじゃあ上場してて株価下がってきたら外資のファンドとかどんどん買っていくわけですよ、ね、うん、そうすると 20% 以上やってて免疫書き換えしないから 20% 以上なってませんっていう、いやそれってすごい苦しいわけですよねみたいなことが認められてるのが面白いなと思って、そうですよね、それぐらい放送局の力って強いんですね、うんうん、いかがでしょうか辛坊さん、お願いします。いやいや、今回、はい、あの接待が話題になったじゃないですか、はい、その昔あの大蔵省対策でさ、はい、どこの銀行にもモフタンって言うと、はい、モフタン、ミニストリーオブファイナンスの担当、はいはい、で大蔵省担当がいて、はい、ね、検査の日はいつですかとか、はい、大蔵省の金融行政これからどうなりますかとかって、うん、ご用聞きのように聞きに行って、はい、あのノーパンしゃぶしゃぶで接待して、はい、飯食ってて問題だったでしょ、はい、実は旧郵政省総務省担当者っていうのが放送局にはいるわけですよ、はい、ほんで同じような接待を繰り返してるわけで、うんうん、キー局準キー局の、うん、その総務省担当者で、うん、今回やり玉に上がって接待した人たちを、うん、と飯食ったことのないやつなんか一人もいないよ、うんうん、だけど、うんうん、全体のニュースとして、うん、正直古いなと思うのは、うん、今まで放送局の免許は、うん、お札をする免許と言われたから、はい、そうやって一生懸命だったんだよ、うん、国も接待してもらってて、だけどもうここまで来たら全世界的に放送局って儲からない商売の転換点で、うん、象徴的なのが去年ネット広告費がテレビの広告費を抜いた、うんうん、僕マスコミ研究ずっとやってますけど、うん、何回かエポックメイキングな時があって、うん、ラジオの広告費を新聞テレビが抜く、うん、新聞の広告費をテレビが抜く、うん、ネットの広告費がテレビ、今回まあそれだよね、うん、そうした時にテレビの放送免許ってお札をする免許じゃなくなってきてるわけだし、影響力もどんどん下がっていく中で外資規制も何も関係ないんだよ、うんうん、今回このスキャンダルが出てきたということは、つまりもう放送局がそれら全部抑え込めるだけの力がなくなってきたということの証明みたいなもんで、大きな時代が終わる一つのきっかけだなと、うんうん、でまさに堀江さんがね、あの被ったような、うん、見てきたような現実がすぐちょっと前まではあったんだけど、うん、これから先も関係ないどっちみち、うん、まさに15年前に堀江さんこれラストチャンスだ、テレビラストチャンスだっていうふうに言ってあれだけのニュースになったと思うんですけど、本当にそれがもうこの状況になってしまったということですよね。だからテレビの黄金時代が、うん、あ終わりに近づいたからこそ、うん、この手のスキャンダルを、うん、まあ、あの安物週刊誌が書くというそういう時代になってきたんですね、うんうん、まあ、だから逆に言うと僕なんかこんなん当たり前だろって思っちゃうもん、ね、まあそうですね、でなんでこんなのでそんなみんな大騒ぎしてるのっていう、いやだからね、僕は最近ねニュースもうやめようと思った、やめ、はい、まあ、やめないんだけど、うん、つくづく思ってるのは、誰もアグリーじゃないんだけど、うん、もしかしたら日本の現状って人類社会が経験したことがないパラダイス、理想郷なんじゃないの、うんうん、ね、だからニュースも本来ここであの軍が市民に発砲して人が死にましたとか、強制収容所に入れられてあの餓死してる子供がいますとかっていうニュースがありゃそれはニュースだけど、日本でそういう話がないもんだから、厚生労働省の役員が20何人で深夜まで酒飲んでましたとかおいおいっていう、それがニュースになるぐらいこの国の現状は続くかどうか分からないよ、はいはい、それが最大の問題なんだけど、はい、今この時点における日本って人類が経験したことがない理想郷にいるんだと思う、はい、俺ら、まあ、でもなんかあれでね、うん、ニュースピックスのコメントとか見ると、うん、許せないとか信じられない頭おかしいじゃないのそいつら書いてるコメントに溢れてますけどねだからその人たちは世の中が見えてないんだよ、はい、だこの国が実はあんたたち今人類経験したことがないパラダイスに住んでるけど、これは続かないよっていう、こんなもん続くはずないよっていうところに気づけよって話で、厚生労働省が7時まで飯食っててそれがニュースか
そもそも LINE って韓国の会社の子会社なんだよ、うん、でそこで機密のやり取りとかもししてたとするんだったら、うん、それはお前らが悪いよっていう話じゃない、うん、週刊文春に例えばあのグループ LINE が流出した問題あったじゃないですか、はい、あのオリンピックの佐々木さん、ね、いやむしろそっちの方が怖いんじゃないですか。いや同じですよ、うん、同じいや僕はそれ以前だと思います。まずそもそもそんなものを使うべきではない、はい、